もうちょっとキュッとして。畑。最後やってない。わ、これ4人限界だ。レンズを少し変えたよ。ほら見て。おお。これ何ミリなんですか。これ12、60で10ミリ。12っつっても十分細かいんだけどね。普段のは？あれ8。あ、じゃあ4しか変わんないか。11、19からの。振れ幅がすごい。振れ幅がすごいんじゃない。ということで皆さん、夏も終わりまして、だんだんと肌寒くなってきたんですけれども、我々屋上に畑作ってたじゃないですか。はい。夏野菜カレー作ったり、裏でちょいちょい収穫して食べたりしてたり、デスソースっていうんですか、あれ。うん。はい。作ったじゃないですか。はい、畑の役割を十分果たしてくれたということで、まあ一旦、畑、撤収しようかなと。ああ、なるほど。冬野菜作れないしね。うん、一旦屋上行って畑をちょっと掃除して綺麗にしていこうかなと思います、うん、なるほど。なんでちょっと屋上行ってみますか。はいはい、じゃあもう上行きます。そうだね、まあ、前に、はい、前に腹が減ったんですわ。ああ、めちゃめちゃ腹減ってる。腹減ったでしょ。はい、なんで金時ちゃんゲーム。我々のよく行く、よく行くっていうかよくデリバリーしてもらってるちょっと弁当屋さんで腹ごしらえして、よし行こう。勝ちです。はい、ドヤボン。よし、あ、そうや、ありがとうございます。ちょっと今俺完全に自分で言ったルールなのに勝ちが買うっていうルールですよね。そう、自分で言ったよ今。言ってた。結構パニックっすよ。いや、俺が一番パニックしてるよ。ということで、今日は洋平先生がおごりです。ごちそうさまでーす。バカでよかったな。俺特的大盛り、特的大盛り。見てください、こういう風にね、うまいのがあるんですわ。チキンカツも迷う。あ、でもおごりか。え、そうです。おごりなら特的だ。そうですよ。高えもん。じゃあ俺も特的。特的大盛り。特的特盛りでもいいけどな。1850。チキンソテー弁当。特的大盛り2丁とチキンソテー特盛り1丁。全然頭入ってこん。え、うわ、普通だ。わー、通話中だ。無理かもこれ。じゃんけんからやり直しの説あるわ。ん、え、あ、すいません、まだ出前ってやられてますかね。そうなんですね。取りに行く、取りに行く分には大丈夫ですか。と、わ、あ、わかりました、ありがとうございます。はい、はい、失礼します。2時までに行けば取りに行く分には大丈夫だって。よい、あの、行ってもらってですよね。ちょっとレンズ見にくかったんで戻しました。僕らも慣れてないっていうのもあるね。うん、実際ね。めっちゃ天気いいな。ガチ快晴。おお、頑張ってくれました我々の菜園は。これ下に持ってくのは大変さ。そもそもこれ一人で持てるか持ってみて。ああ、なるほどね。これを持ったままはしごを降りれるか。無理です、絶対に無理。あの、死者出るこれ。おーい、あら、野生な帰ってきたぞ。早っ。あ、いや、俺らまだ何もしてないよ。炒め食おうぜ、だって降りてこい。姫は姫なの、姫なのだ。好き、ルルルルン。うえー、え、お待たせしましたマックでーす。いや、手当たわ。ああ、まあしゃあないですね、それに関しては。エビフィレオとチーズバーガーとフィレオフィッシュと照り焼きがあるんで、好きなやつだな。照り焼き、照り焼き俺です。ドラフトする。ドラフトでじゃんけんが始まります。最悪や。チーズ、エビ、うまーい。照り焼き、ウーエビレオ。ちょっとなんかエビも選んでないですね。え、なんで。え、メンツ弱。え、これでしょ。フィレオフィッシュ選びます。女子と子供みたいなのが3つある。え、じゃあいいよ、お前食うな。ヨエさん、めちゃめちゃいい品揃えです。食いたくないってことだよな。めちゃめちゃいい品揃えだな。いや、一応食うけどね。文句あるけど食います。すごいな。ずぶといね。ずぶといね。じゃあ何が良かったの。だってこれチーズバーガーですよね。うん、普通ダブルにしますよね。そんな普通とかいうね、こと言われたって。ちょっと困るな。ああ、お腹空いてるときチーズバーガーセットで済ませます。絶対ダブルチーズバーガーでしょ。ハンバーガー食わないでしょ。じゃあ分かった、俺照り焼きとじゃチーズバーガー食うわ。うわっ、よっ。エビリオー。あ、ごめん、俺マジフィレオフィッシュ食え。あ、分かった、ごめん。確かにそっちの方が割合いいよ。割合いいな。いや、まあいいから食おうよ。食おう。1個 L セットマシ。あ、俺です。これ俺です。1個 L セットマシ。あ、待って、これさては。おわ、
変わってるわ、もう最近紙ストローっすよ、もうコーラとオレンジジュースです。はい、オレンジジュース、コーラとオレンジジュース戦争です。あー、どっちでもいい、俺もどっちでもいい。じゃあコーラ、よし、はい、ありがとうございます。さあ、じゃあグー、じゃんけんぽい、はい、これしょ、はい、これしょ、さあ、じゃあグー、じゃんけんぽい、よし、さあ、じゃあグー、じゃんけんぽい、うわ、照り焼きバーガー、ゲッチ。実はご飯別に買っといてんのがあるんだけど、それ食っていいんだったら昼飯休憩なんでね、はい、別に何食ってもいいですけど。じゃあ僕チーズバーガー、よし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 、一番狙ってましたからね。ありがとうございます、いただきます、いただきます。うわー、うまいわね。いや、あのこの家全体についてなんだけど、うん、もう5年も住んでるやん。俺らで5年目だから、はじめさんが住んでた時も含めたらとんでもない年数ね。畑始まった時から見てくれてる人はもう5年近くこの光景をずっと見てるわけでさ、うん、そろそろ引っ越してもいいかな。おー、なるほどね。これ思いつきだけどね、うん、まあ、いいとこがあったらこんなこと許してくれる大家さんいないじゃん。屋上に畑作っていいと。いや、そうそう、こんな大家さんいないのよ。俺ベランダでバーベキューしたい。できるわ、紙物件やん当たり前に愛着もあるからさ、うん、愛着あるんだけど飽きてる人もいるんかな。まあ、どうなんすかね。マジうまそうなのでできた、昨日から売ってた。え、これローソン。はい、これもフォンデュしていい。ダメ。どう思いますか。でもまあ、引っ越されると、うん、自分家から遠くなっちゃうのも困りますねてめえのことどうだっていいんだよ慣れた絵からパッて変わると不思議に思うんかな。それこそはじめくんだって変わってるし、まあ確かに東海さん変わってるし、でも水溜りさんも変わってるし、うん、結構変わってんのよ結局。確かに便利なね、家だったら何でも良さそうだけど、うん、ここ便利すぎんだよな実際。コンビニバカつくやし、車通勤になっちゃうと車買わなきゃいけないので引き通すなどうなんだろうね。結局考えた上にここが最強みたいなことも全然ありえるけど、じゃあ実際最強だからな、うん、ここでできたことができなくなるんだったらなし。うん、それも考えて、考えれば考えるほどない、うん、マジここ説ある。まあでも真剣に探してない説ある。まあまあまあ、探してみたらもしかしたら見つかる可能性あるし。まあ全然ね、うん、まあ一旦閉めますか。はい、うわー、ごちそうさまでした。撮影終わりか、寝ようか。ということで、この屋上ですね、もう元の通りに戻していきたいと思います。はい、はい、わかりました。もしかしたらまた暖かくなったからね。何？もしかしたらまた暖かくなったらね。これ問題なのはあれでしょう、持ってみたらめっちゃ重かったんでしょ、これプランターが。はしごを持って降りるのはまあかなり危険。いける。危険。いける。いける。一回いける。一回持ってみます。どうすなら無理です。あ、これはいけそうじゃない？これはいけるわ。とりあえず、これいけそうなやつやるか。はい。うわ、でもこれだからいけるわ。だよね。うわぁ、怖い！やべえ、余裕できそうだな。うわ、なんか人参出てきてたんだ。子供のみたいな人参が出てる。よし、じゃあリレーしていくか。 Yes We can。 うわ、人殺しの目をしてる。マジで怖い。めっちゃ軽い。これこれなら投げてもいけそうだ。マジで。おい、うわ、あっ、あっ、なんか最悪だ。すいません。よし、すげえ、このレベル占領してるわ。もうやば、見て、ね、この力はすごいです、ね、この力はすごいですよ皆さん。こんな土ブロックを一緒に持ち上げてしまいます。すごいです。こんなブロックを持ち上げるほど植物の根っこというものは強靭でございます。今日は静岡県にお住まいのあれ農家の方のお家にお邪魔しております。なんでこんな意味のわからないことをしているんですか。ね、もううちは畑やめるんだよ。土が硬くて持っていけねえからほぐしてんのよ。その土はどこに行くんですか。この土は母の。よし、ということで土全部移送できたので、ここからあとブロックと空になったプランターとビニール撤去します。破けてるやん。やったあいつ。いや俺じゃないっすよ。だってあそこにいるじゃないですかね。そこにいるのがもう証拠やん。これを上から投げたから。アーニャ、あれが犯人だろ。アーニャ考えてることわかる。あいつ犯人。もう終わりそうですか。ちょっと任した。間違いなさそうだな。犯人やること。
で物はほとんどなくなりまして、残るは、床の上にこびりついた土のみとなりました。ここから土を落としていきます。この貴重な水、この貴重な水をどうするというんだ。見えるか、皆のども、あれを今からここにビャーって流して綺麗になっていくんだよ。地味。終わったね。綺麗になりました。あ、待って、やばい、見て、釣ろうとしてる今、足が。落ちる？これで屋上は元通りに戻すことができました。よっしゃ、戻した。いや、なんやかんや楽しかったな。菜園も毎日水揚げして。いや、ほんとよ、交代でね。あれ、あ、なんかでもいるで、こっちから見えるよ。え、今裸なんで裸なお前に水かけられてびちょびちょになった。うわ、最悪だ、ごめん。ただここが汚くなってしまいました。今度はこれはまた明日や。ちょっと昨日やりきれなかったんで今日続きです。おい、トイ見て、これ、いや、これすごいっすね。これ一旦地下に運ぼう。じゃあこれを地下に運んでいきます。はい、はい、すげえよ。やべえよこれ。お客さん来ます。え、なになになに。どうも、チェーンソーマンの作者の大地です。うわ、来てもらって早々申し訳ないんですけど、はい、今日ちょっと力仕事なんで。はい、じゃあ、はい、バケツリレーです。はい、俺一人しかないね。はい、俺どこやのこれ。地下まで、これ地下に行く。バケツ何知ってる。はい、ここにいきます。じゃあこれ、これいる。はい、先生、ちょっと下に行って、俺投げてるから。やばいこと言ってる。痛い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 。行くよ。はい。うわあ、あれ、あの金髪小僧は、あれもう金髪じゃないですよ今。うー、茶色くなったよ。今日も平和だ。なにこれ、濡れてる。はい、たくさん。これなにこれ。あーっから持ってきた。またそうか、近所のおじちゃんかと思ったわ。早く行ってくださいよ。行けるんすかこれ。行けるよ。すごっ、やばいっすよ、大丈夫だ。ほら、おお、早く交代。早っ、ほらほら。聞いたことない声出してるやん。うわ、綺麗がなくなった。まだあんの。いや、もうやばいやばい、量がレベチ。こっからしかも土入ってくるからな。あー、やべてる、めっちゃやべてますやん。やば、なんかあのエロい、エロい、うん。カメラなんだよ。おい、遠い、カメラ映ってないかって、お前まさかサボってんじゃないだろうな。バレたか。バレたのかよ。はい、うわ、これ重っ。無理です、無理です、無理です、カメラマン交代。おい。うわぁ、あっ、うわぁ、まぁまぁまぁ、遠い。え、土汚れ出てる出てる、気をつけて。はい、穴開いてるんだ。カブさん無理だ。うわぁ、おぉ、だんだん溜まってきたね。ちょっと待って、これやばい、これやば、それ絶対軽いやんけ。あ、こっちはめちゃくちゃ軽いやろ。こっちは軽いんだよ。あぁ、はい、あぁ、またサボってんのかお前は。います、ここに大サボり人間。え、違うんです。なんすかそのサボり方。違う、ダンボールに大地球ホールドしてるんですよ。何を言ってんの。何ぐらいだと、あ、もうちょっと、ナイス、よし、うわうわ、乗っけていいよ。え、力持ってやんって思うじゃないですか、うん、めちゃくちゃ軽いっす。うわ、土一袋より全然軽いです。私、魔法使いのキキ、そしてこちらがドアを閉めずにトイレをしているバカ。おちょっと待って、お前今タッチオンしてたな。いいえ、座ってました。下から破けてる。あら、だからこのまま行けばいける。あともう一袋破れたやつがあるんだけど。破れたの結構あるの。どうしようかな。こ
だと。うわ、下にあるってことか。腐れし腐れし、これ行って終わりか。はい、よいしょ。はい、ということで一旦、みんなのおかげでバルコニーが綺麗になったので、次は床に落ちた土の掃除です。はい、よろしくお願いします。はい、床の掃除。はーい。先生、この職業って見た目が大事じゃないですか。はい、身なり大事じゃないですか。はい、穴開いてるんですよ、こいつ靴下。うわ、頑張りすぎました今。いや、こいつ今いたのか。いや、前もこの靴下で来てましたよ。オッケー、トイモン。はい、カモン、ウォーターマン。俺やるわ。あ、終わった。あ、終わったわ。え、めちゃくちゃ漏れてるわ。漏れてる、うん、手で押さえてて。リーマンのションベンに切れてる、これ。あー、頑張れ、つい。口を使え、口を。あー、口で。口を使え。あー、血を拭きや。よく濡れたらね、着替えないからね。あ、俺これ脱いでたじゃん。それユニクロのやつじゃないですか。そう、ユニクロのエアリズム、テストお揃いです。うわー、今日それ履いてくればだった。俺が発症したやつでしょ。やった。なんで、え、俺が先に履いたんですよ、これ。先に履いた。そう、ここのコミュニティ内での競争なんだ。そう、もうわかってない。出ないですか。出ない。あれ、なんで出なかった。出してるやけどな。あれ。うわうわうわ、ディズニーシーのマーメイドラグの中のあの水だ。行くよ。あ、飛び時々止まるからね。そう、あ、ちょっと避けて避けて。はい、はい、マーメイドライズワン。もうそもそも当たってるね。ここでここここここ、はい、行くよ。はいはいはい。はい、寒そう。寒そうやの冒険だ。また OK。 無事屋上からベランダ、そしてベランダから地下へと荷物の運搬が終わったので、最後に地下へ行きたいと思います。はいはい。ほら、みんな寂しいから早く来て。お水飲もう。水中飲ませ。あ、こんかい。ワゴンかい。これ、ワゴンかい。全員水飲んでます。ちょっと待って。え、あ、これな、まあ、水分補給大事だけど。復活しました。よし、じゃあ近く行こう。あ、近く行くぞ、ほら。あ、近く行くぞ。ラジオ体操してる人いるけど、ね、ラジオ体操これさ、うん、どういう体操これ。意味あるん。ぽっかりも飲んどるやん、奥。よし、みんな近く行くからね。近く行くよ、近く行くよ、近く行くから、近く行くから。うわ、やべえ。おい、通れないか、これ。ほらほら、これ、どうなったの、これ、これ。通れないか、これ。盛大にやってきました。盛大にやったな、これ。はい。通れないか、これ、これ。あとお願いします。あとお願いします。お前な、ここに置いたらもうあっち行けるくなるから、これどうやっていくの、これ。妖怪の身長を計算しなかった。俺だったら、これジャンプで行けるんですよ。じゃあ頼むわ。頼む頼む。オッケー、行くよ。あー、誰っすか、あいつオーディションで通して。あっ、ちょっと。いやまあ、これ、実はですね、屋上に畑を作るっていう時に、もちろんそのブロックとか腐葉土ですか、用意しなきゃならないっていうことで買ったんですよ。およそ数えたら1000リットルの土ありました。1トンぐらいありました。ブロックも5、60ブロックあるんですよ。これが多分あと60個ぐらい新品で余ってて、土も全部新品なんですわ。1000リットルもらってください。お願いします。お願いします。リアルガチで本当に欲しい方がいらっしゃったら、もう無料でね、お譲りさせていただければなと思います。そこそこちゃんとした畑作れると思うんで、こんだけ土とブロックがあれば、これ届けに行きますよね、多分。欲しいっていう方がもしいらっしゃいましたら、この動画の概要欄の下に畑にお任せあれっていう、その本来はね、誰か静岡内で困っている人は何か畑に手伝ってほしいなっていうことがある方向けの応募フォームがあるんですけれども、はい、そこでちょっとご一報いただければ、私たちこれ届けに参りますんで。これは静岡じゃなくてもいいのかな。いや、まあ、できるだけ、まあ、静岡家庭菜園始めようっていう方は、これ差し上げますんで。ぜひもらってください。